まあ厳しいのは厳しいな。厳しいね。ちょっと泣きそうになる。マジで救ってくれたよね、長澤が。本当に長澤さんが決めたこと、俺たちにできるのは泣くではなく頑張れって送るのがいいと思う。泣いちゃった。ファッション。ファッション。ペガログです。こんにちは。こんばんは。こんばんは。皆さん。今日は2024年8月21日。本当はですね、天皇杯4回戦、甲府対鹿島アントラーズが NHK の BS で見れるので、同時視聴ライブやろうと思ったんですけれども、ちょっと緊急でですね、長澤選手の離脱のニュースがあったので、ちょっとまあベガサポとしてはちょっと同時視聴ライブやってる場合じゃないなというか、はい、急遽内容を変えてお送りしようかなって思ってます。まあ一応内容としてはまあちょっと考え個人的にあって、まあもちろんショックではあるんですけど、まあ大前提としてみんなもショックだろうなって思うし、で今後どうしていくんだろうみたいなネガティブな雰囲気になっちゃうと思うんですけど、長澤選手いなくなることによって、ただそのネガティブな空気というか、それをねポジティブに変えれるような配信をできればなって思っているので、ぜひ皆さんコメントどんどんいただければと思います。まあ、海外クラブへの移籍という内容が書いていて、まあどこの海外クラブに行くかまではオフィシャルでは出てないみたいですね、うん、はい、はい、マシュマロさん悲しすぎる、仙台ボーイ、仙台ボーイ、仙台ボーイ、ゆうとさん、長澤がここへ抜けるのは非常にきつい、ベガマンタさん、さすがに厳しいですね、選手を尊重したい、だけどなんかまだ割り切れないけど頑張ってほしいね、うん、複雑ですよね、うん、まあ厳しいのは厳しいな、厳しいね、うん、やっぱねここまで中心として戦ってくれてる選手が急にいなくなるっていうのは、うん、この先どうするんだっていう不安もありますね、ありますよね、はい、サンタモニカさん、コメントありがとうございます。去年のどん底のチーム状態から今の順位まで立て直したのは長澤選手の功績がとても大きいので感謝しかないです、うん、はい、ジェフ戦に勝って気持ちよく送り出しましょう。本当そうですね、ちょっと泣きそうになるマジで救ってくれたよね長澤が、本当に救ってくれた、うん、まあ、皆さん温かいコメントありがとうございますまあネガティブなコメントも全然いいのでね、毒吐きだと思ってもらって大丈夫なので、この場所がでもここでネガティブにならずに頑張ってほしいって言えるのは長澤マンの人柄じゃないですか。そうだね、うん、うん、そうだね、うん大丈夫大丈夫推しだったからかもしれない、旦那推しだったから長澤マンが悲しいよね。普段泣かない旦那が泣いちゃった。うん。ああ。柴田理恵さん。落ち着いてきた。長澤選手の抜けた穴が大きすぎるので10番の復活に期待したい。そうですよね、ここで俺だって、うん、俺が出るんだってなってほしいですね、うん、マミーズミッションさん、長澤さんが決めたこと、俺たちにできるのは泣くではなく頑張れって送るのがいいと思う、長澤さんもとことん考えた結果だよ、笑顔で笑顔で、うん、そうですね、泣いちゃダメだ泣いちゃダメだココさん、こんばんは。こんばんは。今考えると去年の降格危機の時の来てくれて苦しい時助けてもらったので笑顔で送り出したい。いや本当そうですね、マジ救世主だったな。
そうだね、去年なぜこのタイミングで打ち切りみたいなそうだね、去年ね本当に残留争いに片足突っ込んでたもんね、うん、まあその中残れてたのは長澤選手のおかげなんじゃないでしょうか、うんうんうん、アザラシーさん、本当は緑のユニ見たかった。あー、そっか、藤枝戦だもんな。藤枝戦からだから、そうか。見れないね、確かに。うん。皆さん、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、思ったよりね、うん、思ったよりというか、すごい皆さんポジティブなコメントばっかりで、なんか逆に元気づけられちゃう。逆に元気づけられたし、ポジティブに、そうですね、長澤選手を送り出して、気持ちは一つですね。気持ちはパッションでね、ワンパッションでいきましょう。ワンパッションワンパッションでワンパッション、はい、プレーオフ、まあなんなら自動昇格圏ね、いけるように、うん、はい、まあ応援も力になると思うので、はい、はい、心を一つに応援していきましょう、うん、ということでね、皆さんコメントたくさんありがとうございます。はい、はい、ちょっとまあ長澤選手の遺跡については、うん、まあ、正直痛いところではあるんですけれども、うん、まあ、皆さんねコメントいただいたようにボランチの層は厚いし、うん、あの松下選手っていう頼れる選手もいるし、うん、あの10番を背負っているヒロム選手にね頑張ってほしいっていうのもあるので、もうね、海外にいる長澤選手にね、あのベガルタ J1 に行ったよっていうニュースを届けられるように、うん、確かに、はい、我々がねできるのは応援だけなので、うん、心を一つにうん、ベガルタを応援していきましょう。また泣きそうになってる。なってない。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録されてない方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしく。絶対するんだぞ。お願いします。絶対するんだぞ。絶対。